都市の鼓動が聞こえてきた。街が僕らを刺激する。アーバンコミュニケーション日進開発。墓石の製造から販売施工までの太陽物産では、横浜、町田、青葉台、海老名、相模原の各駅より土曜、日曜、祝日に限り小田急沿線最大規模の公園墓地へ無料バス見学会を行っております。お問い合わせは 046281-4491 太陽物産石材部まで。私は息に自信がある。強い刺激で口臭防止、ニューヨーカーの当たり前、強いマウスウォッシュリステリン。だからエオリア、風が変わった、その名はエオリア。エアコンが変わった、ナショナルエオリア誕生。女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございましょうか。今日は東京の東村山市にやってまいりました。東村山市民スポーツセンターから全日本女子プロレス熱戦の模様をお伝えすることにいたしましょう。早速今日のゲストをご紹介することにしましょう。まず宮本久夫さんでございます。宮本さん、はい、今日のあのカードをご覧になって何か気にすることはありますか？そうですね、まあ昨年暮れにですね、はい、まあ、デビルが引退しまして、まあ、55年組花の、まあ、長代、はい、そして飛鳥ですね、うん、大森ダンプといったところが、はい、まあ、トップに立ったわけですけど、はい、まあ、逆の意味で言えばもう時間がなくなってきたなと、うんうんうん、そういう感じです ね、はい、何かあの世代交代っていうのがですね、今日のカードにもしっかりともうね現れてると、そんな感じがしますね。そうですね、はい、そして今日のお客様でございます。世代交代には全く縁がない若々しい松本まりかちゃんね。はい、よろしくお願いします。あのダンプ松本の妹っていうのは私がかつてご紹介したことある本気にしてる人がいて、あ、ね、ダンプ松本のね、妹さんは美人だ美人だって本当にダンプ松本の妹ってのは美人なんですよ。あ、そうなんですか。ダンプさんもすごい可愛らしい方ですよ ね、まあ、あの、のりこちゃんが見るとそうなりましょうけども、はい、最近のダンプ松本はちょっと変わってきましたですよ。あ、そうです、引退が噂されてましてね。あ、そうですね、なんとなく優しい雰囲気が出てきました。あ、はい、今日また違った目で見てください。そうです ね、 ね、はい、見たいと思います。長友かな子選手も引退しちゃったんですよ、ね、私あの前回来た時にはすごいなんか素敵な方だなと思って、うんうん、ファンになっちゃったんですけど、ね、知らなくって。そうなんですよ、残念ですね。はい、はい、そして大石五郎さんでございますね。どうもよろしく。大石さんはゴルフに、それからあの、はい、何か車の方が、そうなんですよ、ね、大変好きなもんですから、今度フランスのモンテカルロ、モンテ行ってきます。はい、忙しいですね。もうその上に女子プロレスと、女子プロレスと、もう僕も塩野さんみたいに幅広くやってます。僕ら幅広いだけですね中身がありませんでした。いや、とんでもないですよ。何、一つ今日もよろしくお願いします。そして、もう一人解説をお願いしてね、ジャガー横さん、よろしくお願いします。いつも解説にもコーチなんですけどねそうなんですよ鋭い目で今日もリングのを見てます。何かあのダンプ松本の引退が、はい、どうもあの、本物になってきましたですね。そうみたいですね。寂しいと思いますね。寂しいね、でもまあこういう会場っていうのは1年に1回ぐらいしか最低回らないですからね、はいはいはい、そういう意味では引退が自分で近づいてるなっていう人は一試合一試合を大切にね、うん、そうそうそう、もう挨拶するような気持ちでやっていくことが大事じゃないでしょうかね、はい、そうでしょうね、はい、はい、
そしてこれまた幅広い活躍でございましてね三宅、レポーターでございますね、はい、三宅アナウンサー、まあ、正月からニュースを読んだり、ね、女子プロレスをやったり競馬をやったりもう、ね、シニアのスポーツニュースをやったり大変ですよもうジャガーにねニュースだけは読まないでって言われてるんですけど悲しいニュースだけは本当読んでもらいたくないですねどういう意味、ね、だってそういう顔なんですよ、ね、やっぱり真面目だってことは分かってもらえたという気がします3月11日を目指してねもう1月2月はいらないって言って仕事もいい加減にやるって言ってますからねもう仕事どころじゃありません何を言わせるんですかというか今日も賑やかな面々ですね早速全日本女子プロレス熱戦の模様をお伝えしたいと思います中野に入りますかねさあただめよりシングルマッチ20分一本勝負を行います赤コーナー145ファンの長堀和平青コーナー210ファンの断片松本ぜひ阿部氏ののりこちゃん、はい、ダンプ松本登場してきましたですよそうです ね、はい、のりこちゃんは確か同じ松本だから、はい、私はダンプさんを応援するわなんて前言ってましたけどもねそうですね取材とかでもご一緒したことがあってほうほう、うん、すごいいい方だったんで、ねはい、いや松本に悪い人はいませんよそうです ねさて試合が始まります大石さん、はい久々ダンプ松本ですけどもね、はい、どういうふうにご覧になりますかいやなかなか派手に太ももに名前が入ったりなんかしまして派手にね元気いっぱいですけど、はい、この人がやっぱりリングに出ないとなんかこう迫力とか盛り上がりっていうのはやっぱりねないですもんね、普通バスの中とかね、あるいは控え室なんかで見たんじゃね、はい、ダンプ松本の本当にあーっと言っている間にですね、ししねどうやら場外戦だあーすごい迫力を早くも放送席感じておりますさあもう1回かあーっと前に作られました今日はダンプ松本いきなり場外戦であーっと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 長堀和也が放送席に書き付けられましたあーっと今度は血中降格でやります長堀がやられておりますいやー先日の後楽園では比較的ねおとなしかったダンプ松本でありますが今日はいきなり放送席大石さんにダンプの印象を伺っている最中だったんですけどもね私別に大丈夫ですか悪口言ってなくて褒めてたのに来ましたね良かったですよ、はい、いやあれ悪口が聞こえたらもっとこんなもんじゃねえすいませんでしたそうですか、はい、しかし今日はまたダンプ元に戻っちゃいましたね、いやこういったダンプを見るとね放送席怖いんですけど嬉しいですねやはりダンプには思い切って最後の最後まで暴れまくってもらいたいですよ、この間びっくりしましたもんね何かねそう、まあ、ジャガーなんかはねダンプと長い付き合いなんですけども、ねまあ、ダンプのやはり引退というのが現実のものになりました今の先輩ジャガーの気持ちはどんなもんですかそうですね、やっぱり辞めるって決まってもね、ダンプらしさっていうんですか、はい、そういうものを最後まで見せてもらいたいなって気がしますねダンプ道を貫いてもらいたいそうです ね、はいダンプが登場してくるともう放送席はね声を枯らしてそのダンプの暴れっぷりを実況放送したもんでありますが今日もまたそのダンプ松本らしさを十分に見せてもらいたいと思いますあ今日は試合が出ておりますダンプ松本新人がみんな勝っていくんですけどもほとんどもう問題になりません市内一戦おっと次々に選手がリング上応戦しておりますそして長堀和也に対しましても強烈な試合攻撃でありますダンプほどやはり全日本女子プロレスの中で大きな存在っていうのはちょっとありませんでしたね本当そうですね、この人は基本的な、ね、人気というんでしょうか、まあ、クラッシュギャルズという、ね、大きな存在がありますけどもね、まあ、リングを超えた枠といいますかねそうですダンプの知名度というのは大変なもんですからね、この試合は20分1本勝負高堀そしてダンプ松本おっとやはりねダンプ松本おおトイカンを出してまいりました久しぶりでやりますさあ長堀の長い髪の毛を捕まえておりますそして今その長堀を助けようと入ってまいりました大倉弓を捕まえておりますさあ2人に対して強烈ラリアート炸裂ですさあ
もう一回2人が力を合わせますが、どうか、これは空振りでした。今度は攻撃、鮮やかに決まりました。ダブルキックであります。そして山折り小倉に力を合わせた。さあダンプに2人で向かっていく。2人で蹴りを入れました。強烈なドロップキックであります。そして長織が今トップロープに上がった。さあトップロープからどうか、強烈なキックが入りました。ミサイルキック炸裂してあります。カウントはどうか、カウントは1つ入っただけ。まあ、相手のあの攻撃もねちゃんと受けてやっております。ダンプ松本、しかしカウント3はもちろん入れさせません。さあ長織、大きなダンプをロープに振った。どうするかと、バシッといった。大石さん、あのラリアとかも何とも言えませんですね。いや、もう今声出なかったですよ。声が出ないですね。私口開いて見てました今。はい、怖いですね、これですから、ね、よくよくあの長堀生きてますね。いやしかしね、簡単にカウントスリーが入りました。まさに息の根が止まるような強烈のラリアと炸裂いたしました。小山市民スポーツセンターダンプ松本健在であります。インフォメーションのコーナーでございますが、最近このインフォメーションの時間にですね、何かファンの方はトイレに行っちゃうというそういう方もいらっしゃるということでね、そういうことないようにぜひですねこのインフォメーションコーナー可愛がっていただきたいと思います。今日のまず話題の一つでございますけども、西脇光子そして堀田恵美子、この2人のファンクラブができたというお知らせでございます。西脇光子と堀田恵美子のファンクラブができまして、現在会員を募集しております。なかなかですね楽しい特典、それからいろんなイベントも用意されているということですのでね、どんどんとご入会いただきたいと思います。詳しいお問い合わせの方はこちらの方に出ておりますね。こちらの方にどんどんとお寄せいただきたいと思います。ぴよぴよとみっちゃんに絶大なる支援をお願いしたいと思います。さて、それからちょっとこれは悲しい話題なんですが、あのダンプ松本選手の引退が決定いたしました。先ごろ行われました引退記者会見の模様をまずご覧いただきたいと思います。今日はお忙しい中どうもわざわざありがとうございました。ダンプ松本2月の25日川崎体育館をもって引退することになりました。で、引退した後は芸能活動をやりたいと思いますのでよろしくお願いします。引退はですね、いつ頃からどういうふうにして考えてらっしゃったんですか。大体あの去年の暮れぐらいから、もう自分はほとんどやることをやってきちゃったんで、暴れるだけ暴れてもう全部全てを尽くしちゃったんで、今度あの今までは四角いリングの中だけで暴れていたんで、もっと大きなところで暴れたいなと思うようになりまして、欲が出たんですけど、あのよくあの体力的にとか肩がダメになってとかいろいろありますけど、ね、その辺はどうですか。あの体力的にとか怪我とかは一切ないんですけど、一応定年が25歳と決まっているんで、自分は27歳でもう2年も過ぎてますから、そういうことを考えまして。それはじゃ あ, あの周りの目というようなものも多少はこう気になったというところがあったんでしょうか。いやそういうんじゃないんですけど、何しろ暴れてきちゃったんで、もう全てを出し切っちゃったんでね、
今度はあのリングを離れたところでも暴れたいなと思うようになりまして、もうこいつだけはやっつけとかなきゃいけないってやつはもういなくなっちゃったと。もうほとんどやっつけてきましたからね。はい、怪我させてきたし。仲間の皆さんにね、はい、あの引退を決めたっていうことを話したとき、どんな反応でしたか？そうですね、極悪同盟の仲間は涙垂らしてくれました。そうですか、はい、一番思い出に残るマッチ、試合っていうのはどういう試合ですか？試合で一番思い出に残ったのは、あの大阪城で長与千草を初めてやったときに坊主にした時の試合が一番思い出です。その時どんな気持ちがしましたか？もう鳥肌立つように嬉しかったですね。ダンパ松本が今バリカンで勝っております。あー、ちょっと制止できません、ちょっと制止できません。ファンは泣き叫んでおります、ファンは泣き叫んでおります。たった今引退記者会見を終えました。ダンプ松本さんにこちらの方にお越しいただきました、改めて今会見終わってお気持ちはどうですか？ほっとしました。はい、上がっちゃいましたからね。結構なんか緊張したという？緊張しましたよ。もういつもねプロレス雑誌の人にねこうやって聞かれるのと全然違うんで、もうドワーッとカメラマンがいっぱいいて上がりましたね。鳥肌立ちます。どんなことをやってみたいですか？そうですね、いろんなことを何でも挑戦して、もう昔から仕事は選ばない性格なんで何でも頑張ります。はい、なんとなく本人の希望みたいなね、こんなのあったらいいなみたいなのあるんじゃないですか？そうですね、バラエティーに何でも、うん、ドラマでもね、うん、選びません。それじゃあこれからあの新しいね、はい、世界に飛び込むということで、はい、ぜひまたあのダンプさんらしさで頑張っていただきたい。ニューダンプ松本をよろしく。よろしくお願いします。ということでございましてね、本当に女子プロレスを盛り上げてきて、まあ、我々なんか非常に痛めつけられることが多かったんですけども、それでもダンプ松本選手がいなくなってしまうというのは非常になんか寂しいという気がいたします。引退式の方ですが2月の25日川崎市体育館で行われる予定だということです。さて、続いて最後のお知らせでございますけども、全日本女子プロレス中継では皆様からのご意見ご希望のおはがきをお待ちしております。選手にこんなことをやってほしいとか、こういった企画があったら面白いんじゃないかということをどんどんとこちらの方までお寄せいただきたいと思います。いいのがありましたらどんどんとね番組の中で活かしていきたいと思いますのでね。それからお寄せいただいたはがきの中から5名の方に今私が着ておりますこの長与千草特製、ね、オリジナルジャンパーの方を差し上げたいと思います、ね、後ろの方はですねこんな感じになっています。なかなかですねこの生地も厚くて非常に暖かいジャンパーです。そしていろんな長谷千草選手の名前なんかも書いてありました。ファンの皆様には絶対欲しくなるようなジャンパー、こちらの方はですねご意見ご希望のハガキをいただいた中から5名の方に差し上げることになっております。この当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきたいと思います。それではその長谷千草選手の歌の方を行ってみたいと思います。どうぞ。Oh,
ドリルドライバーと。ドリルドライバー、はい、まあ、ちょっと実況放送にですね、私うまくいったどうか分かりませんですけども、そのあたりは、ご勘弁をいただくことにいたしまして、青コーナーのとにかく国民選手と、それから現在は、堀田由美子と、こういうことで紹介させていただきます。まあ、それにしても堀田と西脇ですけども、11月の5日後楽園ね、ブルとコンドルとの CWA の作戦ですか、はい、ね、惜しくも1対1から、ノーコンテストということでね。そうですね、まあ、狂気を取り上げましたね、はい、どうぞ。まあ、堀田ですね、西脇組、挑戦したんですけどもね、はい、まあ、3本目がノーコンテストということで、まあ、没収試合になったわけですけども、はい、
まあ、いずれにしろですね、はい、もう一度再対決のね、はい、チャンスがやってくると思うんですよ、はい、まあ、チャンピオンだった中野ブルもですね、結果的にはベルトを失うという結果で、まあ、はい、ベルトは組み締め扱いになったわけですから、はいはい、まあ、いずれにしろこの両チームでね、再戦になると思うんですけども、まあ、やっぱり堀田西脇、まあ、ある意味ではね、はい、ベルトをそう簡単に取ってもこのチームにとって決してプラスにはならないわけですから、はーはーはー、もっともっと苦労してね、はい、やっぱりベルトのありがたみが分かるぐらいの時期になって取ってほしいですね。あ、そうですか、はいはい、塩野さん、はい、そのあたりもね、堀田西脇両選手分かってましてね、まだまだ私たちはね、はい、チャンピオンの器じゃありませんよみたいなことを言ってましたね。あ、そうですか。とにかくこの間の試合もね、うん、タイトルマッチも非常にコンビネーションが悪くて、はい、まだまだ2人のコンビネーションが切ったりとか、うん、そういったことを言える状態じゃないと、はいはい、ですからこれをコンビネーションがうまくいってね、うん、お二人の力が3人も4人もなっていった時に、うん、チャンピオンになれたらいいなというふうに言ってましたですね。あ、そうですか、今宮本さんとそれから三宅レポーターからね、2人についてのいろんな情報が入ってきましたが、ジャガー、はい、どういうふうにこの2人には注文を出しておきたいですか。その通りですね、まだペアの、ね、タイミングが悪いということで、もう私一度先輩たちに頻繁に怒られているところなんでね、はい、2人の意見があった時には、まあ、クラシギャルズとか JB エンジェルスのようにやれるんだから、はい、まず最初からね、まだ即席のタッグチームみたいなもんですね、まだ組んだばかりですからね、はい、だからそういう意味では少しずつ息を合わせていいペアにしていくのでいいんだからっていうことで、焦らずにね、ペアの息を合わせていくことを、はい、今課題にしてますね。なるほどね、はい、松本のり子ちゃん、はい、今ね、紹介がありましたけども、赤コーナーの堀田由美と西脇美智子が、まあ、ポストクラッシュギャルズっていうのね、はい、今若いファンの大変な熱狂的な声援を受けまして、今年多く成長するだろうと大いに期待されてるんですね、はい、見た感じのり子ちゃんはどうですか、この堀田西脇ペア。ね、結構本当に女の子のファンもね、たくさんいるみたいで、なんか、はい、若々しくて初々しくて、なんかいいななんて思います。そうですか、はい、大石五郎お兄さんはいかがですか。この攻撃がですね、はい、なかなかスピーディーなんでね、この若い元気いっぱいの2人がどこまで今耐えられるかね、はい、大変興味持って見てるんですよ、はい、まあ、いろんな意味で今年はこの堀田由美と西脇美智子、ファンの注目を集めながらの試合になると思います。当然若いペアです。チャンピオンベルトは欲しいでしょう。さあ今リング上に登場しておりますのは、これはドライバーの方ですね、はい、さあドリルドライバーの今キック攻撃が出まして、今西脇たまらず場外に落ちました。さあさっとこれを画面の選手が追っていきます。さあどちらがどちらかもちょっと分からなくなってしまいました。おっとショーダーの堀田由美子がですね、今パイレーツに捕まっております。パイレーツコマに捕まっております。うーんと放送席にやってまいりました。こんなやるー、いやーすごい勢いで私のマイクを使いました。パイレーツコマでやります。そして向こう側、これは入るドライバーであります。何かもう場外戦が激しく展開されておりまして、西脇はどうやら向こう側に落ちましたか、いや西脇が今 場内に上がりました。おっと椅子を持って向こう側、すごい攻撃でやります。さあこの間にダブルアームスープレックスの体勢に入りました。綺麗に落としました。西脇ちょっとチャンピンチでやります。そして上からどうか、こんなところで覆面2人組に負けるわけにはちょっと西脇堀田組いきませんもんね。本当ですよね、はい、もうここでブレーキがかかるようじゃ本当にタッグの再戦ね難しくなりますよ。上田晋司コミッショナーもじっと本部席で見てますんでね。さあせっかく大きなチャンスをもらおうとしております。うん、上から行った。さあカウントはーっと危ない、カウント2が入りました。カウント2が入りました。かろうじてこれをかわしました西脇でやります。そして今出てまいりましたのがドライバーです。さあ今度はどうか、あーっとファイブドライバーになりますね。そうですね、あー3つ入っちゃいましたですね。いやー西脇がファイブドライバーを食いました。カウントが3つ入っちゃいました。まあ3AA のタッグの大きなチャンピオンベルトを狙っております人気ペアの堀田由美子西脇美智子でありますが、今日の東村山市民スポーツセンターでは覆面2人組にしてやられてしまいました。くれました
でも勘弁できねえ。やろうってのかよ。クラッシュギャルズ、クラッシュギャルズ、クラッシュギャルズに手を出すな。親分こらえてください。やってらんないよ。行こう行こう行こう。バーカバーカバーカ、何を言ってやんねこのバカ野郎。何言ってんだ。うちの理事長の娘のなダンプまともさんと対決取ってよ、引っ張りにしちゃって無知でピサーピサー。何言った。何。あ、いや、あの、いや、とても女の子らしくて可愛らしくていいなぁなんて。なそう、あ、それならいいんだけど。あ、店頼むよ。はいはい、お任せ。どうもいらっしゃい。驚愕だっけ。何ん、ここは女子校。あ、私たち昔ここに通ってたんですけど、うん、女子校だけど。ここほら女子校だよ、ほら、ちゃんとあるもん、証拠。ないもん、ここついてない。出して、出して、はい、ここじゃなんだから。ここはないんだ、ここだけなんだ。はい、出して、出して。そうか。大きいよ。そうか。噂によると。違う。見せてごらん、証拠は。ええ、来いよ。よし。頼む。ドクター。失礼します。失礼します。長い足。行こう。せーの。ダメだ、今受けてんだってね。ファミリーホミソン編イベントタグメチタグトン一本勝負を行います。60分一本勝負で行われます今日のメインイベント。ファミリーホミソン編イベント今日は白いガウンがとってもよく似合っております。小倉由美オルせい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 。海外遠征で作ったアビバガウンでしょうか。小松美香ライオネス。そしてアスカカラーであります。ブルーの今ジャンバーを脱ぎ捨てております。ライオネスアスカ、リング上騒然としてまいりました。華やかな選手紹介が終わりました。長代鎮佐、小倉由美、ライオネスアスカ、小松美香、60分一本勝負。いや相変わらず大石さん、松本さん、すごいね、はい、人気でしょう。すごいですね、はい、なんか紙テープとかいっぱいではいはいさすがにビッグスターですね。さあ試合が始まった。先制攻撃は青コーナーでした。今小倉由美を捕まえたライオネスアスカ、小倉反撃、これは空振りであります。そして今度はリールキック一戦、いや早くもリング上引っ張らがっております。さあ小倉が両チームさん、舞台が揃って、そして役者が揃いました。ジャガー、はい、年とともにっていうか、その経験とともに変わってくるもんですか。そうですね、やっぱり頂点に立ちますと、だいぶ余裕が出ますからね、はい、自分のことだけじゃなくて、うん、やっぱり後輩の伸びるように、はいはい、こうなんていうんですか、譲るような気持ちですか。あーはーはーはー、相手をなんて伸ばしてあげるっていうような気持ちに変わってしまうんでね。そういう意味では渋沢は今を維持していくのに大変なんじゃないかなという気がしますね。はい、それから今日ライオネスアスカもね、はい、やはり試合前にちょっと話を聞いたんですけども、はい、自分のことよりもやはり今伸び盛りの若い人たちのことばかり話してるんですよね。そうなんですよね、まあこの2人が頂点に立ってるっていう印でしょうね。そういう風になってしまっては。ただ私がアスカに言うのは、うん、ちぐさは確かにもう頂点に立ってるんですよ、はい、3WA を取ってます、はいはい、でもアスカはまだ取ってないんですよ。そういう意味ではあの子は頂点に立ちきってないんですよ、うん、そうか。だから気持ちの上で頂点に立ってしまったら、うん、あなたはもう取れないよっていうことを言ってるんですよ。チャレンジャーの気持ちはやりちゃダメ、そういうことを私も昨日も今日も言ってるんですけど ね、 うそうでしょうね。だからそういう気持ちでいかなければ、欲を出さなければあの子は頂点まで赤いベルトを取ることはできないと思うんですよ。だから気持ちを入れ替えなさいっていうことは言ってあるんですけどね、はい、なるほどね。いや三宅君、
はい、今のあのジャガーの話ですけどもね、まあ、あのミヤ君はいつもあのクラッシュたちとね、話をしているようですけども、そのあたりはどういうふうに考えてますか。そうですね、もう本人たちもだいぶ変わってきましたね、さっき話が出ましたけども、はいはい、最近またこのクラッシュ対決の多くなってきましたでしょう、ですからね、今までのクラッシュ2人でやってきたというものよりもね、これからクラッシュがこれから分裂また戦っていくんだというね、これから我々が盛り上げていくんだという話がよく出てきますね。あ、そうですか。それからあの若手という話が出ましたけども、あの千草選手なんかはね、もっともっと若手に来てほしいというふうに言ってましたね。ほうほう。でね、もう前々からというか、これはあの1年ぐらい前からなんですけどもね、あの私は教えるものがあったら教えたいんだと、はい、まあ、教えれるほどの人間じゃないからということを1年前ぐらいは言ってたんですが、今も堂々とあるもうね、チャンピオンなんですからね。で、若手がどんどんと言ってですね、でスープレックスを教えてくださいとか、そういう話をしてきても、私はスープレックスを教えてやるというふうに言ってるんですよね。なるほど。ですからこれを放送を聞いてる若手レスラーの面々はですね、はいはいはい、どんどんですね、千草選手そして飛鳥選手のところに行ってね、教えを請うたらいいんじゃないかと思いますよ。はい、まあ、そういった立場に立ちましたクラッシュギャルズの今年1年の高いぶりというのもまたファンとともに注目していきたいと思います。リングに上がったらしかしもう後輩も先輩もありません。さあ小松が行く。今日はあの、のりこちゃんはね、新谷千草選手に確かあの花束を送ってますか。あ、コンサートの時に、はい、送りました。ね、その何かありがとうございましたっていうね、伝言があったそうですけども、はい、はい、今あの小松美香が傑作にね、思い切りたきつけられました。それを助けに行ったのがライオネス・アスカであります。大石さん、はい、ね、今あのクラッシュギャルズが頂点に立ってね、これからあのかえってレスリングが難しくなると、そういった時期を迎えているようなんですけどもね、大石五郎さんからご覧。さあ今ちょっとあの小松がですね、一旦に次を攻めたようであります。そしてこの間に今ライオネス・アスカジャイアンツスイングに入りました。加速度がついてものすごいジャイアンツスイング上から行った。さあこれは一本勝負だ。危ない、危なかった。小倉夢今長与をチンタにタッチでやります。さあ今度は長野が、長野がライオネス・アスカを攻める。おっとこれはよく見ていた。そしてラリアートでやります。ライオネス・アスカラリアートを見せました。ロープに振った。今度は一転して長与が行く。あっと見事早い動きを見せております。長与千草、あっとこれはよく見ていた。エビ固めに入った。カウント、カウント2でした。虚境実践してやります。クラッシュギャルズ今日は真っ向対決の一戦です。そして一気に飛んだヘッドバット。さあ小松が行った。ホールの体勢でこれまたカウント2であります。場内が沸いてまいりました。場内が沸いてまいりました。さあもう一回ロープに振った。またもヘッドバット。長い髪を踏み出すようにいたしまして小松美香、そしてバックを取った。どうか、ああ、バックドロップに持っていった。さあ長与の動きが止まった。どうか、カウントは2であります。まああのたとえ3カウント取れなくったって、やはりあの小松の場合は思い切って動いていくしかありませんよね。そうですね、はい、今度はスープレックスで応酬しております。長与千草、そしていいタイミングで今抑え込みに行きます。長い髪を掴んだ。そして今、おっと、大村由美がライオネス・アスカを出しました。あー、回転エビが決めた。まずカウントを取る。カウント2を取りました。もう1回ロープに振った。そしてあっと、これは空振りでバックを取った。お互いにバックを取った。さあ、どうか。目まぐるしい動きに変わってまいりました。リング上面白くなったドロップキック、しかしこれを跳ね返しております。さあ、ライオネス・アスカ叩きつけて、さあジャンロープに上がった。どうか、あっとこれは見事でした。大倉由美果敢に組み込んでいきました。場外に転落、ライオネス・アスカ。まあ大倉由美にもですね、こういったあの思い切った攻撃ができるようになると、今年は大きく逆転勝ちにつながりそうであります。そしてまたクラッシュ対決だ。強烈なリングキック入った。さあ片襟ホーンの体勢に入りましたが、これまたカウント2であります。やはりファンが待っているクラッシュ真っ向対決。あーっと、ブレンバスターの体勢をうまく自分で阻止いたしました。さあ腕を固めておりますライオネス・アスカ。あーっと、強烈なジャイアンツスイングであります。今日2つ目のジャイアンツスイング、ちぐさに対してかけております。そしてさあサソリがための体勢に入る。ステップオーバーなるか。ステップオーバーして
サソミ固めの体勢に入りました。さあステップオーバー、重心を落としました。これはクラッシュの得意技。まあ、あの長与千さんもね、しばしば他の選手に対してこの得意技サソリ型目をかけております。かけられることはあまりありません。クラッシュギャルズ直接対決ならではといったシーンであります。おっとパイルドライバーが出るか、今度はどうか、あっとお互いにパイルドライバーの体勢に入る。さあどちらが先に落とすか、あっとホーンの体勢に持っていきました。さあ貫禄十分に余裕をシャクシャク、あっとスピードの速いブレンバスターであります。何か大きなブレンバスターに行くような体勢から素早いブレンバスターですもんね。前を持ってね、大きく行くのかと思いましたけどね、はい、低い姿勢でサッとスピーディーなブレンバスターを仕掛けました。そしてキック攻撃だ。この辺りだが吉部さん見事、ちょっとライオネスアスカ動くか止まりました。今日は十分に見せ場を作っております。60分1本勝負、注目のカード、クラッシュギャルズ、アイオネスアスカナガヨチミさん、真っ向対決。さあ、お互いにキックを入れております。まあ、あの解説のジャガー横田がね、本当にいいタッグ戦だと絶賛しております。今日のリング上、おっとカウント2でした。カウントが2つ入りました。さあ、どうか。これまたカウント2であります。本当に目いっぱい戦ってます。ほとんど休むことがありません。そして今長与千さん、小松の対戦になった。このまま決まるか、バックドロップ。今あのニールキックに行ったんですけども、その足を持たれてしまいました。さあ小松美香危なくなった。そしてここでまた小倉弓にタッチ。さあロープに振っておいて小倉が行った。小倉今のあのニーパッドみたいな体勢でしたかね。そうですね、はい、高いところに決めますね。カウンターでうまく決めましたね、はい。そして今度はライオネスアスカ登場か。ライオネスアスカ出てまいりました。さあどうするか、おっとパイルドライバーの体勢に持っていきました。さあこれはどうか、おっとまだまだタイミングを伺って今パイルドライバー入りました。パイルドライバーが入りました。さあおっとアスカ危ない、アスカ危ない、カウント2でした。さあもう1回カウントが入りました。強烈なパイムドライバーを送りました。ライドネスアスカまたバックを取った。このままジャーマンスープレックスホールド、危なかった。なかなか綺麗なジャーマンでしたね。素晴らしいですね。そして小倉弓から今とどめを刺すようにバッチリとタッチを受けました。長与千草、長与千草がアスカをロープで振った。今度はアスカの反撃が開始されました。さあおっとこれは誤爆だ、これは誤爆だ、大きかった、大きなチャンスを迎えました。青コーナーであります。さあ、あっと今度は今度はうまく長与千草かわしました。いやお互いに後に引きません。面白い試合で、あっとこれはどうか、決まった。一瞬の隙をつきました。見事な襟固め。いやー今のはもう本当にあっという間の隙を突きましたですね。長与千草が2人のコンビネーションが十分良かったですね。そうですね、はい。いやああいったあの形で決まるとは思いませんでしたけども、今のは会心だったんでしょう。長与千草さんご機嫌でですね、今あのリング上でですね、何かあのねえ何か謝らせてます。あお互いにね嬉しそうに語り合っておりました。勝利の余韻を感じている、そういった感じもいたしました。そして今ガチンとクラッシュギャルズ握手であります。いいですね。そうですね、自分が思い通り戦えて、何かあの戦っていた4人もですね、すがすがしい気持ちなんじゃありませんか。そうですね、はい。今日のゲストお二人にもお聞きしましょう。のりこちゃん、はい、楽しんでいただけましたか。もう十分、もうすごい、なんかねえ本当最後の試合とかすごくて、はい、もう、ま、体を前に乗り出してみてしまって。そうですか、すごかったですね。でもはい、はい、またあの女子プロレスね、はい、あの暇がありましたらね、放送席座ってください、はい、もう熱烈なね女子プロレスファンですから、はい、また来ます。そして大石五郎さん、はい、久々の女子プロレス観戦でしたからね、いかがでございましたか。最後はなんかぼーっとしてるうちになんか突然終わっちゃった感じでね、どういう風に勝負がついたんだか塩野さん、僕全然まだ分かってないんですよ。いやいや僕もね本当にあの、ついていけないぐらいの速さでね、あっという間に勝負が決まりましたですね。そうですね、
もう大変楽しませてもらいました。そうですか、ありがとうございました。大石さんはこの後フランスですね。はい、はい、今度はあのガラッとまた違うスポーツの世界、はい、車の方ですけども、あの十分健康には気をつけて、はい、ありがとうございます、ね、行ってらっしゃいください。はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ジャガー、本当にあのいい試合で、そうですね、久しぶりに興奮しました。ですね、あの目いっぱいあのクラッシュがねリードしてましたから、はい、多分後半もついていきやすかったんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、はい、宮城くん、はい、今日はね、私たちアナウンサー2人は、途中でちょっとあのとんでもない名前の選手が出てまいりましたね。難しかったですね、あの点数をつけると実況放送はね、まあ、あの50点いかないですね。そうですか、あ、じゃあ、レポーターも悪いのよ、名前が分かんなくて、ね、僕もびっくりしちゃってもうね困ってしまいましたけどね、はい、次回からちゃんとやりますね。一つよろしくお願いします。アナウンサー2人は50点いかってことをしておきましょうよ。そうしましょう、ね、はい、それでは一つ最後にフィニッシュシーンをご覧いただきながらお別れすることにします。ごきげんよう。今日がですね、あの国内では、試合が最後ということになりますね、女子プロレスは ね、 そうですね。しかしあのこの後に大遠征が控えてまして、はい、まあ今年の3月に続いてね、2度目の大遠征なんですけども、うん、まあ、女子プロレスもね、そういうふうに、まあ、世界へね、マーケットが広がっていったわけですから、はい、もうこれからどんどんね、やっぱりあの世界へ大きな広がりを見せてほしいですね。そうですね、今年のチグサね、あのアメリカ遠征行ったり、あるいは小松大倉とね、そういった海外遠征組が多かったですからね。そうですね、まあ、しかしあの世界からね、はい、そういう風に引き合いが来るっていうのは非常にあの嬉しいことですよね。そうですね、はい、はい、そのあたりもまた次回の放送で楽しみにしていただきたいと思います。さて、そして今日のゲストですが、まずは三原純子さんです。こんにちは。三原さん久しぶりじゃないですか。そうですね、もうね、三原純子さんは選手のみんなとも仲が良くて、今日はもうお話しされましたか。はい、誰と。アスカ。あ、アスカと、あのちょっとね、アスカもね風邪ひいたりなんかしてるんですが、宮原さんは大丈夫でしょうか。大丈夫です。今日はあの国内最後の試合ですんで、はい、思い切った、ね、ゲームがあると思いますので ね、 楽しみにしてください。よろしくお願いします、はい。さあ、そしてそのあたりは大石五郎さんです。どうもこんにちは。大石さんも久しぶり、はい、大変久しぶりですね。どのぐらいになりますかね。もう半年以上経ちますね。あ、もうあの来るたんびにですね、呼んでいただくたんびにこの熱狂が輪をかけていくというのは本当にびっくりするんですけども、昔はあの僕が初めて昔、大昔ですよ、見た頃は街頭テレビにはおじさんばっかだったんですけども、すごい随分昔ですね、もう相当昔の話が今出ましたけどもね、本当にあの若い女の子が山ほどおりまして、すごい熱気で僕もびっくりしております。特に後楽園ホールはね、こういう雰囲気ですからね、あのお二方あのこの歓声に負けないようになかなか声が聞こえなくなりますんでね、大きな声でどうかよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして、私のお隣には特別ゲストといたしましてジャガー横田さんにもおいでいただいておりますが、ジャガーさん、はい、今年のね、まあ、もういよいよ押し詰まってまいりましたけれども、はいはい、いかがですか、今年を振り返ってみて。あ、振り返る場合じゃないか。そういうね、イメージを変えようとしないでください。それが本当ですよ、別に。あ、そうです。リングの上には嘘ですよ、あれは。あ、そうなんですか。でもあの塩野さんの時はそういう風に見せませんけどね。だってやっぱ相手に合わせないと。どういう意味。あ、そうですか、はい、セミと、ね、メインと、はい、なかなか若い選手が出ますんで、はい、この辺も楽しみにしたいと思います。今日の試合は非常に実力発揮したね、好感が多いんですが、今日は最初はこちらからです。
西脇光子です。今や獄門島の2番手になります岩本久美子。あくまでも異様な雰囲気が漂い獄門島の州ブル中野。さあ三原さんにもちょっと獄門島のこの感想をお聞きしましょう。でもいつも思うんですけど、ブルさんはファッショナブルですよね。ああなるほどね、まあ、三原さんもね非常にファッションがね、有名ですけども、このブル中野のファッション合格点ですか。かっこいい。そうすごくあちょっと宮本さんね、我々ちょっとわからないんですけどね。我々、ね、ちょっとねさあどんどんなって先制攻撃はブル中野。ということで暴れ回るということを言ってましたが、ゴングが鳴ってまだ10秒がそこらしか鳴っておりません。早くも狂気攻撃です。いやいやいや、もう初めからこういった状態になったということはもう完全にこれは獄門ペース。リング内が今度は岩本久美子に変わりました。ロープに振ります。さあラリアート、ラリアート喉元に入りました。カウント2つ。さあ懸命に返す西脇ですが、さっきのラリアートは宮本さんかなり喉元のきついところに入ってました ね。そうですね、まあ、ブルに一発ね、そして岩本に一発ですからね。さあこのラリアート、さあ岩本がもう一回ロープに振って、さあこれを上がった西脇。さあ西脇が早速掘った掘った。さあ掘ったが今度はロープに振って、おっとこれはブロックバスターであります。初っ端からこういった大きな技を出してきました掘った。さあそして今度はショートアタック、体を使った大きな技が続きます掘ってインコ。そしてブラックバスター。なかなかジャガーさん前半の動きどうですか、この堀田。そうですね、いい動きしてるんじゃないかなと思いますね。少しウエイトをこの子も落としたんですよね。ああそうですか。だから幾分早く見える気がしますね。まあ減ったと言いましてもね、まだまだね、女子プロレスの中では重量級の中に入りますが、はい、さあ、ね、非常にタッチのタイミングが早くなってきましたが、ちょっと場所が青コーナーに近かった。西脇はちょっとこれ計算外でした。堀田もちょっと出ていきたいところですが、さあそしてリング外に逃れます西脇。リング外に行ったらそこはもう完全に獄門との世界でありますが、放送席ちょっと今日は放送席ちょうどね大石さんの前がよく来ますね。ここは何か今日は大石さんに見せに来るようにね、あーっとマイクを取り上げた。これは大石さんのマイクだった。あーマイクを、マイクをこれは完全に壊れましたか、大石さんのマイクが。あー壊れましたね。ちょっとしばらく三原純子さんのマイクと一緒で仲良くちょっと、はい、わかりました。マイクが無駄になってしまいました。これはものすごいブル中野反則のコーナー限りを尽くしています。今日
今日はちょっとブルの感じも違います。さあそして場外から帰ってもう一度バックドロップホールド。さあ懸命なフォローでした西脇。大石さんと行きましたね。はい、ね、マイク来ました、誰だったんですか今の。今ブル長野がね。ブルですか、まあ、人の声は認めますが今の声は認めません。ね、あのダンプ松本がね、はい、引退した後はなかなかね放送席来ることもなかったんですけどもね、今日は久しぶりに来た大石さんの挨拶のようですよ。いやー嬉しいやら怖いやらで、ね、頑張れ。さあようやくファイヤージェッツのペースになってくるか。赤コーナーロープ最上段。さあこれは何を使うんでしょうか。ロープは飛んでこれが最これは後頭部に相当なダメージがあります。あーなるほどね、これはレフリーが2人攻撃ということでカウントを取りません。後楽園ホールはブーイングであります。確かに2人攻撃でありますので実際はこれはカウントは認められませんが、せっかく何かね宮本さんいい流れでファイヤーで、そうですね、何かこう動きがね、その攻撃のリズムがスーッとこう運ばないんですよね。さあカウントは2つ、カウントは2つ。さあちょっと騒然としてきました後楽園ホール。青コーナー、おーブルを引きずり出しました。ブルに出てこいという感じで、さあブルに、ブル中野にパワーボム。西脇得意のパワーボム炸裂。おーっと今度は誰ですから、ダイナマイトじゃないですか。この試合には出ていないダイナマイトキングがリング内に入ってまいりました。さあそしておースリーパーホールド、スリーパーを見せましたブル中野。なかなかこういった技もうまいブル中野でありますが、さあ西脇が飛んだがちょっとタイミングが違いました。さあそして自爆したところでありますが、おここは今度はお返しのスリーパーです。おーこのゴングは、このゴングは今のスリーパーがどうやら決まって、いやどうなんでしょうか、これはどういうことでしょうかね宮本さん、ちょっとわかりませんね。ちょっとよくわかりませんね。チョークということなんでしょうか。今の結婚して改めて考えてみる夫のこと自分のこと、2月号は夫婦の特集です。 ESSES Target Super Band Mark Max New Single Love Now on Sale Color, Light, Movement These elements are unique and only found here. This is my inspiration. その国のその町の忘れられない風景や出会いを心のキャンバスに描く、心に残る旅があなたの大切な作品になります。旅を知るほどルック JTB。 今日のメインイベントを迎えました後楽園ホールであります。本日のメインイベント60分間放送のスリーカーネル世界一の王の決定戦を行います。ライトが目まぐるしく交錯しております後楽園ホールリング上であります。ジャングルジャック、バイザー、キムラ、アジャコム選手のレジャーです。まず青コーナーから選手が登場してまいります。ジャングルジャックの入場であります。去年は年間250試合を紹介いたしました全日本女子プロレス。今年もまた去年以上のスケジュールが組まれております。数多く試合を消化させて選手の成長を守りたいと言っておりました松永隆史会長であります。ジャングルジャック、ジャングルジャック、ワンパッチンキンチャンピオン、ジャングルジャック。
日の第1試合シングルマッチ15分一本勝負を行います。青コーナー140パウンドオスカル・トーモー、赤コーナー128パウンドイリア・ヨネルモト、レフリー福士健一。
分26秒、7分26秒、逆襟固めボストンクラブで、オスカル・トモ選手の勝ちでございます。
過、5分経過、水濠ビルトス、水濠ビルトス。10分経過、10分経過、ディエスミルトス、ディエスミルトス。
しました。青コーナーからキューティー鈴木選手の入場です。
5分経過。
Thank you.
10分40秒のサソリ固め総合ですので伊藤祐樹選手の勝ちでございます。伊藤祐樹選手はこれによりまして決勝戦進出でございます。いたしました。青コーナーからエステルボルノ、ロッシーボルノ組の入場です。
ベネチア杯争奪新人王トーナメント戦準決勝戦30分一本勝負を行います。青コーナー160パウンドミス A、 赤コーナー149パウンドハレーサイト、スペシャルレフェリーグランハマダ。
you
トーナメントは特別ルールといたしまして、両者リングアウト引き分けは一切ございません。ですので試合をもう一度再開いたします。試合をもう一度再開いたします。
延長戦7分経過、残り試合時間3分、残り試合時間3分。Thank you.
のメインイベント6人タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー160パウンドイーグルサワーイ、150パウンドラ・ブリオーサー、146パウンドナンシー・クーリー、赤コーナー135パウンドソチ・ハマーダ、130パウンドブラム・マリーゴー、150パウンドジャッキー・サトThank you.
10分52秒、10分52秒、両チームリングアウト、両チームリングアウト、1着でございます。